セーブデータを全部このまま移したんで、今回ちょっとドラゴンボールのゼノバース2とファイターズ、これをちょっとプレステ5でやっていこうかなと思って、ロード時間見てみようかなって思って、本当はこれ外付けハードディスクでつなげればそのまんまこれ使えるんだけど、やっぱプレステ5の SSD の中入れてやった方がロード時間は絶対短縮になるんで、まあ今あのゲーム自体は対応してないんだけど、まあ早くなるでしょう。ちょっとそれをね、ちょっと実験してみようと思って、今データを、このゲームのデータを転送してみよう。5の中入れます。1分、え、これゲームだよね。1分は早いな。セーブデータこの前転送したんだけど60分ぐらいかかったんだけど、セーブデータだけで。え、ゲームデータ行こうっつったら何時間ぐらいかかるんだろう。光でも5、6時間かかっちゃうんやな。大丈夫かな。ってことで移していきます。もう今度からこのチャンネルではドラゴンボールのゲームは全部プレステ4じゃなくて5から、プレステ5から動画をアップしていくんで、まあ、今回は自撮りだけどね、まあ、次からちゃんとゲームのキャプチャーでやるんで。ん？もうできたのかな？どうすればいいの？ないじゃん。どうすればいい？ディスク入れればもうできるんだろうか。構築をした。これディスクってどうやって出すの？あれ、これディスクってどうやって出すんだろう。ディスクを取り出すボタンってのはどう？上のボタンか。ってことで今回はゼノバースやってみます。ディスク入れる向き間違わないようにしないとな。5は逆なんだ。立ち上がりからも早いのかな。ちょっとカメラ、あ、今だ、追加しました。え、あ、これから、これどういうわけなんだ。あ、今コピーしてる。なんか1分ぐらいで終わって、全部は構築できなかったとかなんか出たんだけど、これでコピーしてできるのかな。もうダウンロードコンテンツとかも入ってんだろうか、わからん。すごい音がしてる。5、これ大変だな。なんかであれすんの、プレステ2のゲームするの。もうプレステ2はプレステ、あ、2じゃねえや、4だ。プレステ4は4でもいいんじゃないかな。無理に5でやんなくても。SSD も圧迫するしな。すごいディスクの回転音だ。大丈夫か？
もう今度からこのチャンネルではドラゴンボールのゲームは全部プレステ4じゃなくて5から、プレステ5から動画をアップしていくんで、まあ、今回は自撮りだけどね、まあ、次からちゃんとゲームのキャプチャーでやるんで、ゼノバース2からまず立ち上がりがどうかだ。すごい反射しちゃって、これ飛ばせないのがうざいな。早く早くボタン連打連打連打しても意味ない。あ、丸ボタンが決定になってる。あ、なんだこれ、やべえ、コンテンツがなんか、これゲームデータ全部移行できないんだ。やっぱダウンロードコンテンツがダメなのかな。じゃあまたストアから何、これ入れ直しってこと、わからん。でも結構いってんな。あ、でもデータは来てる。あ、なんだこれ、あ、これは切れてたか。いや、いいよいいよ、今はいいよ。ここのロードが早いかどうかだよね。あー、でもこれ入っちゃうんだ。ローディングローディング、え、遅いじゃん。もうこの壁紙すっ飛ぶかと思ったけど、やっぱ対応してないゲームなんだろうね。そんなに俺は思ったほど早くないな、5にしても。やっぱ5専用じゃないとダメなのかな。ようこそ。どうなんだろうね。ここで労働が入った。でも来てるじゃんコンテンツ。ゴジータいるもん。なんだろう。ああ、でもデータ移行できてるのかな。俺とやろうってのか。なんかセーブデータを全部移すのに1時間もかかったのに、ゲームデータの移行は1分なんだけど。貴様ごと、何なんだ。この俺が叩き落としてくれる。これどれぐらいロードが早いかだよね。こっからだ。あ、早い。早くね。早いぞ。戦闘開始のロードが早いぞ。ちょっとゼノバスでどうなんだっけ、やり方忘れちゃった。久しぶりすぎて忘れちゃった。今度ダウンロードコンテンツが来年パイクーハンだっけ来るんだよね。だからもう今度からこのチャンネルではプレステ5でゼノバースの動画上げるんで、もう4では4からでは上げません。ゼノバースとファイターズのこれから配信する動画はこのチャンネルではもうプレステ5版で動画アップします。ちょっと待って、これ死んで終わった後の戻るロードも見てみたいな。全然やり方忘れてる。まさかやられちまうとはな。コントントに戻るロード時間、戻るロード時間。
あ、でも早いんじゃない？早いよね。ただ5でやる難点は、こっちが決定ボタンなんだけど、ゲーム内ではやっぱこっちが決定ボタンだから、プレステ4のゲームやるときはちょっと決定ボタンが逆になってちょっとややこしいな。あ、早いんじゃない？もう一回やってみるか。アバターでやってみようかな。ほら早いよ、めちゃんこ早いって。倍ぐらい早いんじゃない？ちょっと4、早いよね。いや、ロード時間あることあるけど早い早いって。あ、こんな感じどうですかね。ちょっと続けて次回ファイターズの方もやってみますよ。ファイターズ早かったらすげえいいな。ちょっとファイターズこの後の動画で出します。ファイターズの動画やるんだらまたあれデータコピーしなきゃいけないんだ。